はい、こんにちは。ミサとオーソドックスファームのコニタです。ともちゃんです。はい、外にいますけど、何するんでしょうか。はい、今日は、いよ、羽を洗います。はい、羽。羽。ダチョウの羽？そう、ダチョウの羽。はい。さて、洗っていきますけど、まあ、燃えるゴミ。燃えるゴミじゃないです。羽です。羽。あの牧場で落ちてる、はい、落ちてるものを拾ったやつね。はいはいはい、はい、なんと、はい、何かストレスが溜まったんでしょうか。違います。これで羽を洗います。はい、よいしょ。この作業俺は初めて見る。そうだね、本当にたまにしかやらないですね。レアな動画ですね。初公開。はい。これ何だと思いますか？ガソリン。まあ、惜しい。灯油です。はい。ガソリンはちょっと危なすぎるんで。よいしょ。灯油も結構燃えるよ。そうだよね。よいしょ。まあ、控えめに。今年の冬は暖かかったからあんまり。そう、使わなかった。いや、何回か使ったんだけど、いつもに比べると全く使ってない。はい。ああ、綺麗。綺麗だね。十分綺麗じゃない。でもほら、よく見るとこういう軸のとこに汚れが溜まってたりとか、羽のとこにもまあついてたり、砂ぼこりとかがついてたりするんで、はい、それを、まあ、まず取れるものは取ってからこう、つけまして、こんな感じで洗います。なるほど。よいしょ。で、私久々に登場のこの入れ歯、前卵ブラシで使ってたやつですけど、でこう羽軸って言うんですけど、はい、この軸のその真ん中の骨みたいな、そうそう、箱に詰まった汚れも落とすと。はいはいはい。完全に綺麗にならないとこもあるんだけどね。うわ、手作業なんですね。そうなんですよ。だから大量に洗うのが難しいね。時間が止まっちゃうね。そう、丁寧にやればやるほど時間はかかりますね。いよ。ダチョウの羽みたいにでかいからまだやりやすそうです。ああ。いやでも、ちっちゃい小鳥の羽だったらこんなでかい船じゃなくて。あ、もうそれこそ、そうそう、使う灯油もちょっとだし。灯油で洗うのはどうしてですか？灯油で洗うのは、あの水とか洗剤で洗うと、うん、なんだろう、羽がなんか、なんて言うんでしょうね、ふわーっていうのが失われちゃうんですよね。そう、この羽本来のふわふわが、油分が全部取られちゃうのかもしれないですけど、そうすると、なんか完全に乾かしても元のようなふわふわには戻らないので、前は普通に洗ってたんですけどね、洗剤で。そこで学んだんだ。いや、私が大学の時は灯油でやってた。あ、だから乾かした。私が持ち込んだ。ここの汚れが落ちない。本当だ。まあでもしょうがないんですけどね。爪楊枝じゃん。そうね。まあまあ。まあ落ちる範囲で。この羽はダチョウのどこの部分ですか？翼ですね。オスのあの一番長い部分。うんうんうん。翼の先の白いやつ。今度ダチョウのすけくん見るときに見てみてください。ここの羽だなっていうね。よし、あらかた落ちたらギューッと。すげえ、そうやって絞れるんだ。そう、よいしょ。なんか面白い。あのめっちゃ縮む犬みたいだよね。で、これでこのまんま潰します。これを使っていいかな。
なるほどね。はい、これで1本完成で、あれか、1個工程忘れてた。いや、このこんなに長くなくていいので、うんうん、適当なとこでブチッと切るんですけど、で、人の自転車のスコア貼りました。はい、よいしょ。大体みんなこの辺で切ってる気がします、今売ってるやつは。あー、だからか、いや、売ってるとこの羽はさ、うんうん、あの端っこが綺麗だなと思って。あー、そうそう、落ちてるのはなんでこんな汚いんだろうと思って。え、切ってたんか。切ってました。汚れをね、なんとか落としたいね。でも、まあ、でもこれはいいかな。あ、いけそうですね。何が入ってる？枝が入ってる？いや、これ羽の繊維なんだけど。汚れてるものなのね。ね、ペリペリってでもいけそうな。あ、いけんじゃね？いける。お、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 ゆっくりゆっくり。ゆっくりかさぶたを剥くみたいな。どうしても自然のものだから、こう血とかがね、血肉が入ってたりするんですよね。よいしょ。お、だいぶマシに。うん、よいしょよいしょ。まあ、こういった感じで一本ずつ綺麗に手作業で仕上げていきます。はい。まあまあ、マシになった気がしますね。なるほどね。はい、これで俺も工程を覚えたから。押します。どんどん、量産できるぞ。暇な時にやってください。はい。はい。形を整えて押します。こういう羽もさ、なんかのプレゼント企画であげてもいいかも。そうだね。はい。ということで。はい。ダチョウの羽洗ってみようでした。皆さんもやってはできないですね。ここだけでやってます。